はい、どうもおはようございます。ボクくんです。今日はデッドバイデイライトめっちゃワープするハグおばちゃん、おばちゃん、ハグちゃんやっていきたいと思います。早速適当に罠書いてそこを踏んだ生存者にもう瞬時にねワープして痛い目を見させるというね、そういうコンセプトのもとこの動画成り立っております。ご協力のほどどうぞよろしくお願いいたしますと。はい、ハクちゃん罠書くのね時間かかるからね、今の環境だと一瞬で発電機ついちゃいそうで怖いっす。いましたね、デイビッドキング、右端にチラッと。はいよ、どうしたどうした、気づいてなかったようですね。そこは何もない空白地帯だ。デッドハードでうまく避けて、こいつは回転を使ってくる系男子ですね。オッケーオッケー、しっかり距離を詰めてやればこの通り、当たるものも当たらないと。じゃあ早速ここに干してデビキンを餌にね、いろいろ美味しくやっていきたいと思いますよ。そこか、お前らそこか、こう真ん中にも書いておこう。つきそうでもないか。よう、みんちゃん。届く。はい。はい、ダメですよ、それは。さあ、踏んじゃったみんちゃん。踏んじゃったみんちゃんがアタック。さあ、これでみんちゃんを生贄に処せると。よし、順調じゃないですか、今のところ。いい感じに構成というか、コンセプト通りのことが。そこで直してんの？そりゃバレバレすぎん？ほい。ここに書いといて、はい。そこで直したやつを、ああ、ここ書いておきたい。ここにも書いといて、そこで直してるやつを倒していきたい。バレバレなんだよ、お前。いいよ、そっちに逃げる分には何の問題もないでございます。いいよ。さあさあさあ、罠を踏んだから距離を詰められて、このまんま倒せるか。オッケー。罠踏みまくってんな。はっ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 は。誰がワープしないと言った。いいよ。そこで回る分には何の問題もないです。これでミンちゃん2回目をさっくり処せるかな。 OK。 ワープしたい。無理か。ちょっと距離がありましたね。 OK。 ほい。ここに罠を設置で、そこら辺で倒したやつが来ると思うんで、 ありますね、足跡が。さあ追いかけていこうかな。ここら辺も取られたら面倒なので、そこにセッチング。助け行ったか。お前が助けたばっかりにかわいそうだから、このまんまにしてあげようかな。どこ行った、そこか。はい、ここに書いて。ん？どういった？オッケー。やってんねー。おいおい、それはいけないよ、デビキンくん。え、そっちに逃げんの？さあ、ワープして一瞬で距離を詰めていきたいと思ったが、ここでミンちゃんを、どこ行った、みん。1人減らしたいんだが、まあ分かんなくなったんで足跡を追ってこうかな。はい、これをしたことによってこいつは追い詰められていくと。
逃げ場のない地獄へと。はい、さよなら。やべえ、ガンガン刺さってるね、ワープハグちゃん。ただまだ罠が全然かけてないんで、ガンガンに書いて、ほい、さあ生存者追い詰めていきたい。そっちがね、はいはいはい、ここら辺来るね割と。さあ一つ直しただと、この状況下で。ここにも一個貼っとこうかな。映ったねー、これ強いっすね、豚ちゃんとの構成が。はいはいはい、どう逃げる貴様、どう逃げる。一人減らしてもいいが、まだ余裕があるので、そっちに逃げるか。うん、さあワープの準備をしておこう。はい、完璧ですね。これはワープできないか。ほい、さあこいつもしっかり干していこうかな。さあめっちゃ釣り回数稼げてるの。ほい、そっちにいたのね。はいはいはい、そこで直したらバレんじゃないの。ただこいつを追うのはあまりいい策ではない気がする。そっちでやってるだと。分かった、そちらへ行こう。はい、そりゃ無理だろう。さあ腕を上げているということは、この近くに仲間が来ている証拠でもある。ここに書いておこうかな。はーい、おうよう、デビキン、バレてんぞそれ。はっはっは。さあ罠踏め。それは悪手じゃね。はい、残念でした。よしよしよし、デッドハードをちゃんと後で読んどいて、来るのをね読んどいて、ほい、テレポーツ。はい、こっちにでした。ちょっとよく分かんなかったけど、さあこいつもしっかり干して。なんかやべえな、何ダウンと何、誰を切ってんのか全然分かんないけど、誰を助けるんだ、非常に気になる。私気になります。さあもう一回ここに書いておこうかな。はい、であいつか。もうもう助からんぞ貴様ら。ほらよ、ここ踏め。さらばだ、強すぎたわ、強すぎたハグ。ワープ構成強すぎたハグ。以上でございます。ここら辺で、どこら辺でデイボットキングをデイボットしたっけ。わかんねー、声がしない。ハッチ戦かよ。逃したくないですね、ここまでいい試合やって。いいかどうか俺次第か。はい、見つけちゃいました。せっかくノーワン持ってきたけど、まあいいとしよう。あとはデビキンを出血死する前に見つけたい。
はい、ということで出血死してしまっちゃいました。ちゃっちゃー。でもハグのマジでどこにでもワープする戦法強すぎね。生存者にしかもあの深手をばらま、深手じゃねえや、なんだっけ、重傷をばらまいてね、めっちゃ遅延させてたしね。この構成というか戦い方がおすすめでございます。ハブめっぱプロ。じゃあ以上今回の動画はこれで終わりたいと思います。僕くんでした。また見てくださいね。じゃんけんぽん。うふふ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 ふ。